ユリホールディングスプレゼンツチムチア。さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、聖霊女子短期大学附属高等学校合唱部が大切にしている言葉は、完全燃焼です。完全燃焼、その言葉の意味は、完にはお互いに喜び合うこと、全は全員が全力でステージに臨むこと、燃は心を燃やして練習に参加すること、焼は歌うことの楽しさを感じながら一生懸命歌うことという意味が込められています。それは小学生から合唱を続けてきた渡辺が憧れた姿。合唱部がすごい楽しそうに歌ってる姿をちっちゃい時から見てきたので、聖霊高校の合唱部を選びました。合唱部の活動では歌を通じた奉仕活動にも多く取り組んできた。コロナ禍で思うように活動ができない日々が続く中、それでも彼女たちは今できることを考え、ある活動を始めた。アフガニスタンに昨年からランドセルを送る活動も行っています。教育をちゃんと受けれてないという現状を知って、聖霊祭の合唱部のステージを通してお伝えして、全校の皆さんからランドセルをいただいて、合唱以外の経験からは気づきもあった。希望を与えるっていうか、そういうことは歌でも活かせるなって、いろんなたくさんの聴いてくださる方に幸せになってもらいたいなって思いで歌うように意識を変えることができました。感謝の気持ちを忘れずに、仲間と歌えることの楽しさを感じながら精一杯歌います。思いを歌声に込め、喜びを響かせていく聖霊高校合唱部が大切にする言葉、それは完全燃焼。この番組はユリホールディングスがお届けしました。私たちの仕事は技術と品質にこだわり抜いたものづくりです。今日もより良い未来を実現するために、たくさんの仲間が活躍しています。ユリホールディングス。